こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、テンポ100とか120とかゆったりしたテンポのドラムソロがすごくこう単調になって飽きてしまいますっていう、まあ、質問がありました。まあよくなりますよね、これぐらいだと。これはずっと同じテンポの感じでいくので、まあジャズなので売店に行くっていうのが、まあ僕何回も言ってると思うんですが、3ストローク、倍の3ストローク、たりするっていうのが、まあ、一つのポイントです。でその時にじゃあフレーズ的に、まあ、僕がよく使うというか、まあ多くの人が使うその3拍フレーズってやつですね。これハイハット2-4をキープして練習したい、これ上級者向けなので、ハイハットいらないという人はとりあえず声で、あるとやっぱものすごくジャズのスイング、ハーフのスイングも聞こえて倍のスイングも聞こえるので、この6拍を、繰り返すという形になって、残りの2拍を3連にしてみました。やってみると手順は、まあこの手順が一応基本の手順なので、タタンタタンタタ、この手順でやってみたいと思います。で最終的には全部右手とか左手だけでもいいです。いう感じですね。ゆっくりやるとタタドタで、ここが一緒になるタドタタでドタタでタタドタ、ここはハイハットから始まってタドタタでドタタ、ここは両足一緒です。こういうことですね。これを練習していくと、そんな場所に移動したりとかしてもらうと、これだけでもかなり、例えば4バースだとこれ2回やればなんか十分ドラムソロになるんじゃないですか。こういうこうシフトチェンジの仕方、まあ、自分で書き出してもいいと思うんですけど、これが慣れてくると、まあ、好きなとこから始まって3連を好きなところで混ぜてっていうことができるようになっていくと思うので、この辺もしよかったら練習してみてください。こちらの譜面の資料、こんな大したことないですけど、まあ、メルマガの方を、登録してもらうとこちら、まあダウンロードできるようにしておきますので、よかったらメルマガ登録の方もお願いします。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。